無理口商店一生懸命マリオカットいただくすやります、よろしくね、やっていきますということで、今日は特に言うことないので淡々と走る、よろしく。ここんね、まあこの部屋は強い、強い部屋に入ったんで、うん、まあ順位も意識気にしながらやるけど、まあ自分の走りできたらなって感じで、今日も楽しくやっていきたいと思います。いやただ赤コーラ後ろになるな、それはおかしいわ、それはおかしい、いきなりおかしい。下がる、下がって打開して高順位にする。これは先、なんやこいつ、なんなんこの部屋、ほんまにやばいやんこの部屋、荒れすぎやろお前、荒れすぎじゃて、まあいけや、まあこれでは9位だったらこれでオッケーです、オッケーです。ほんまに腹立つわ、一発目からどいつもこいつも3台振らそうかな。でもコイン集めて、ただ1位がもうめっちゃ抜けとんな。てかこれじゃあ厳選でいい、どう止まるわ、はいはい、あこれ使う、オッケーオッケー、そういうことや、こういうことや。まあこれでちょっとアイテム前で止まってもろて、止まってくれやんくて、まあ進んでいくしかないっていうことやな。コインが8枚、まあ相変わらず相変わらずこれ出るでしょ、これ3打出るっしょ。何してくれとん、計画総崩れですやんこれ、何をしてくれとんマジで、最悪サンダー来るし、もうこれ前出るしかないやんこれ、はいはいはい、しゃあないこれで上がっていくか、仕方ない仕方ない、はい、はいはいはい、もう使ってなんか盗め、こんなんいらんくて投げといて、これ抜けるチャンスじゃ、大幅に多くの人間を抜くチャンスじゃありませんかと、よいしょー買ってきた、文句ばっかり言ってたけどこういうことですよ、はい、これを積み重ねてどんどんやっていく。前半も文句だらけ、あれは文句出るやろ、誰だってあんな意味わからんわあれは。はい、2レース目部屋割れたんで変わりました、はい、ということでここやっていきます。さっきよりはまあどれべべややな、こんなカリッと前に出ます、よろしく。これはこっちでキノコ1個取ってショートカットしてってところまでがデフォルトってビクちゃんが言っとったな、そういやみんなビクちゃん見てください、面白いんで、はい、まあさすがにみんな知っとるか、どうやろう、ビクゾーって調べたら出てくるんで見てください、超おもろいっす、めっちゃ速い、俺のチャンネルでビクちゃんを押す、ええな。ということで下から行く、相変わらず下から行くと、それはキモいわ、それはキモい、それはキモくて、これどうしたらいいんやろな、これバックス泣きそうで怖いからアウトイ膨らんどいて、まあこんな感じで一周、うわ一周目終了して、よいしょよいしょ、ここ行くわ、よいしょ、あしゃあない、まあ、こんな感じで、まあ鉄壁の防御を携えながらって感じやな、間違えた、こんな感じ、オッケーぶつけといて、はい、1個しか割れへんだが、まあ仕方がない、ちょっとラインがぐちゃいが、これはあいつ後ろ見とる、オッケー後ろ見とるな、任せてくれ、あとは俺に任せろ、この車ちた、あ途切ったよ、気をつけて、途切った気をつけてな、途切ったぞと、アホやな、それはお前がアホ、この車がなくなったところで投げるっていうのがミソやな、そういうことやな、絶対当たるでな、また引いた、これありますこれ、オッケー、そんなんいらん、これ当てといて当たっといてもろて、これも当たっといてもらって1位に、これありますよこれ、赤引きすぎ問題、これ何個引いた、これ8個目っしょ、僕のと合わせて10個、よろしくやっていきます、ポイポイ、オッケーこれ買ったわ、いったいった、行かせてくれ、行かせてくれや、え死んでないの、当たれや、そういうことっすよ、これが森口翔太一生懸命の走りです。赤何個引いた、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個の赤引いた、後半はい僕の合わせて11個、よろしくやっていきます、こういうことです。いいラスト、ここやっていきます、3周目、あ3レース目、はい、さっきはなんかお任せからベビーパーク出たから5位やってカットしとった、ここんのやっていきます、これミラーじゃないということで前張ろうかな、このコースも前を張る、変なバイクこんな、
1個取って、オッケー、1個取ったんで、このままボロンボロンして、人のボロンに当たって当たったんで、ケツからいきます。これはコイン取って、うん、あ、いっぱいある、オッケー、いっぱいあって、俺じゃない、ちょっとこれは2レース目、あ、2周目に向けてコインを集めてって感じで、うん、そういうことやん。これコイン集めるのが硬いな。取って取る、オッケー。緑は避けて、反射怖いわ、反射恐怖症、反射マジで恐怖症。反射に何回泣かされたか、マリオカートあるある、反射に泣かされる。最近その確率が高いんよな。はい、10枚取って、オッケー、完璧やな。これはちょ、ほんまは9位で割れてんけど、ほんま9位、ま、まあええか、まあええわ、ええの出るやろ。いらんこんなもの、日野さんはまあいいとして、あれはいらん。ちょっとこれは赤がおるから前に出れへんくて、前に出れへんで、俺9位で割れてん。ええー、それなしやわ、それなし。避けてコイン取って、まあいつの時代もな、コインは大事と気づかされますな、やはり。はい、ということで、これ使っとこうかな。ここで使っといて、もう止まりません。あ、せや、忘れとった、ここブロックされるんやったな。はい、これで、まあこれいい感じなんちゃう。 OK、 ダブルは潰して、キンキのスター出すぎやろ。どんだけ上がってほしい、これに。ありがたいけど、3周目やで、ありがたいと言っちゃう。ありが、お前跳ねといて、跳ねといてな。はい、完璧です、勝ったよこれ、みんな。はい、キノさん、キノさん出やんけど、うわー、これどうなんやろ。ドキドキが止まらない、ハラハラが止まらない、おるやん。これは待て、落ち着けよ、トゲいったぞ、トゲいったぞ、お前受けろよ、お前受けろよと。はい、ごちそうさんです。あー、失敗した、あー、なんてことすんの、あー取りそびれた、取りそびれちゃった、情けない、今のは情けないよマジで。あー、分かっとったのに、これあるやろみんな、分かっとったのに。もう一回やるわ。はい、ちょっと締まりが悪かったので、おまけレースを取ることにしたので、見てってください、これおまけレースです、よろしくやっていきます。はい、こごんのやっていきます。 OK、 あ、今ふわっとラウンジをしたくなった。やっぱ俺マリカ大好き、マリカ大好きやわ、うん、乗らしとる時にラウンジしたくなるの、やばくない、そんなもんなんかな、そんなもんやな。ということで前出るわ、ごめんよ、ごめん、遊ばせ、前出たやつが順番に勝つゲームと聞いてますので。はい、ボロンしたけど、ボロンしたけど危ない、人のボロンは水筒なくて、あ、ようけおるんやわ、これようけついてきとった、最悪最悪、これアホアホ、当たれ当たれ、もうちょい止まるわ、止まって上位を目指す。お、強い、え、強ないこれ、思ったより強いんだが、どうで、まあコインは取らないかんな、コイン取れてなくて、取って取って、はい、ごめん、お先に取らせてもろうて、オッケー、修正はできたかな、修正できてるね。はい、コイン10枚スター持ち、これまあありなんよ、ぶっちゃけ1位、あ、すごい峠当たっとって、そんな距離あれやな、ちょっと保持で10枚で保持、離れやん読みで保持で、はい、ここで打つ、完璧、直線番長で抜いて、直線番長でここまで来て、完璧ちゃうこれ、これ通した勝ちちゃう、いや通らんか、さすがに遠すぎるわ。あー待って、そうなったら2位でいい、そんなんやったら2位でいい、てかうますぎちゃう、あの上がり方完璧っちかったなあ、今の上がり方もう満足やわ普通に。ということで、いい上がりを見せれたわ。はい、まあこんな感じなんで、まあまた明日もやります、よろしく。